こんばんは、水吉です。本日もですね、韓国関連のニュースをお伝えします。こちらタイトルがですね、日韓雪解けムードに早くも韓国経済に好影響の期待、韓国ネットは日本だけが得をする、通貨スワップを頼める中では、ということでですね、フォーカスアジア .com がですね、6月24日に配信しているんですけども、記事を見てみますとですね、安倍首相と韓国のパク・クネ大統領が22日に行われた日韓国交正常化50周年記念行事にそれぞれ出席したことを受け、韓国では早くも日韓の雪解けムードが経済に好影響を与えるのではないかという期待が高まっているというふうに報じられているんですけども、これは残念ながらですね、韓国にとってはですね、この期待につながるようなことはないと思いますね。なぜならば、嫌韓というのはですね、もう根付いておりますので、なかなか、日本人はですね、韓国に対して友達と、思わなくてですね、むしろ敵というふうに思ってるわけですよね。で、そのきっかけがこの書いてあるんですけども、イミョンバクのおじさんが竹島に上陸したことをきっかけに、日本の嫌韓が進んでいると。韓流ブームっていうのがあったんですけども、それよりも、ブームになってるんじゃないかなと思いますね、嫌韓というのが。で、日韓通貨スワップもそういうことで、終わってしまって、日韓関係というのは、今のようにですね、大変な状況になってるわけですね。で、このことに対してですね、韓国のネットユーザーがですね、コメントを寄せてますので紹介します。日本政府が慰安婦を否定しているのに和解するなんて韓国の大統領とは思えない。なるほど、そうでしょうね。で、この際日本と経済的な協力を強くして日本の企業を真似するようにした方がいい。なるほど。今までも真似ばっかりしてるんでしょうけどね。はい。で、韓国はまだ日本の競争相手にはなれない。なるほど。今は損をしても手をつないではならない。なるほどね。はい。で、日本が間違いを犯したのに、私たちがいつも譲らなきゃならないのはなぜ？間違いは韓国が起こしてしまったわけですよね。日韓関係が悪くなって損をするのは韓国というのが、韓国の方が大きいと思いますね、問題になるって。で、私たちがいつも譲らなきゃならないのはなぜ、それは弱い立場ですからね、中国の属国だったり、日本に統治されてたから仕方がないことですね。はい。経済的に利益があるなら、過去の歴史とは分離して考えた方がいい。なるほど。で、日本は韓国より基礎科学力があり、宇宙開発に優れている。政治家は韓国と日本が協力できるように広い視野を持ってほしい。お互い石油の出ない国だから、協力できる点は必ずある。あんまり協力したくないですよね、本当に。もう関わりたくないなというのが、本音ですね。はい。で、次は雪解けムードで、福島産の、水産物が入ってきたらどうするつもりだ。これはですね、表向きには福島産のですね、水産物は、大丈夫というふうになってますけども、政府が隠蔽している可能性もありますから、これはちょっと日本人も注意が必要じゃないかなと思いますね。はい。で、次はパク大統領は、今まで日本に強硬な態度を見せてきた。少し柔軟な態度に変化したが、通貨スワップをやってくれと頼める中ではない。これはもう反対ですね。通貨スワップっていうのはもう、する必要はないですよね。はい。で、日本人は韓国製を買わない。日本との、経済協力は日本だけが得をする。韓国はもう関わらない方がいいですからね。で、日本人は韓国製を買わない。これはもう、韓国人が信用できないからですよね。何でも捏造するような民族ですから、もうしょうがないですよね。はい。で、次は通貨スワップは、中国とやって、
日本を孤立させた方がいい。まあ、孤立はしないでしょうけどね。まあ、通貨スワップは中国とやってっていうことは、まあ、勝手にやっていただいて結構なんですけども、まあ、中国経済がいつ崩壊するか分かりませんので、韓国も知りませんよという感じですね。はい。まあ、ということで、まあ、韓国の方々はですね、まあ、結構、期待しているようなんですけども、まあ、それは間違いだと思いますね。まあ、日韓関係は、まあ、表向きですね、まあ、世界文化遺産の関係でですね、まあ、改善するかもしれませんけども、なかなか改善しないと。まあ、表向きだけでいいですよね。まあ、日韓関係はもう、2012年以降ですね、もう変わってしまったんだからしょうがないんですよね。はい。まあ、ということで、まあ、これからも私は非韓三原則、非韓五原則をですね、守っていきたいと思います。まあ、皆さんも、ぜひ厳守していただければと思います。本日はこれぐらいにしておきます。どうもありがとうございました。